大田自動車工業。大田自動車工業は、1957年、昭和32年に、日本内燃機と合併するまで存在していた、日本の自動車メーカーである。同社が製造した、大田ブランドの小型車は、第二次世界大戦前の1930年代中期、日産自動車が製造したダットさんと並び、日本製小型乗用車の代表的存在だった。 大田の創業者は、茨城県新張郡、木村出身の技術者、大田幸雄、明治19年昭和31年、1886年から1956年、である。小学校卒業後、近隣の石岡の酒造家に奉公に出された幸雄は、生来の機械好きと器用さから、蔵の主人に見込まれて、酒造工場の機械化に手腕を発揮していた。 長じて21歳で上京し、芝浦製作所で後員として、本格的な工作技術を身につけた。1910年、明治43年からは、元軍人の男爵、伊賀しによる飛行機開発研究を手伝った。しかし、伊賀の飛行機開発は、試作機の横転事故で、大田佐治夫が負傷するなど、 失敗続きでテストを繰り返しても飛行することができず、1912年、明治45年初頭に、伊賀は航空機開発断念に追い込まれた。これによって、いやおうなく独立せざるを得なくなった幸雄は、伊賀が開発用に所有していた足踏み船盤を譲り受けし、これを元手として、同年6月、菅野郊外に個人経営の大田工場を開業する。 大田自社ではこの時を創業としていた。大田工場では、教材用の小型発動機、模型飛行機、さらに当時の大手オートバイ販売会社、山田林星館向けのオートバイ用ピストンや、ピストンリングの製造を行った。1914年、大正3年には、帝国飛行協会主催の第一回飛行機発動機製作検証協議、 航空機用エンジンの開発検証協議に応じ、鉄道院技師の朝比奈淳一が設計した星型球、気筒11.7リットル100馬力エンジンを実際に製作した。製作には2年を費やし、当初22件あった応募で、募集期限内までに完成にこぎつけたものは4件だけだった。大正5年、1916年5月、検証試験が行われ、 オーの開発したエンジンは76馬力という出力を得たもののベベルギアが破損して出力が低下し不合格となったそれでもこの時代に小規模工場でありながらこのクラスの大型エンジン製作に取り組んだという点では特筆に値する試みであった幸チはすでにこの頃から自力での自動車開発を起としていたという1917年大正6年には 神田の柳原が市に工場を移転、自動車や船舶用エンジン修理を本業とする傍らで、小型自動車の試作に入り組んだ。1919年、大正8年には、友人、矢野賢治の設計になる水冷4気筒エンジンを完成、シャーシも製作し、ボディを仮造しないままのベアシャーシに座席のみを取り付けて、東京日光館往復を観光したゆう。その後、 資金難から最初に完成した一台分のシャーシのみで一時計画は、飛んざしかけたが、妻の弟である二帝、野口豊が熱心な協力を惜しまず、父、野口虎吉から出資を得て、車体の開発も続けられることになった。1922年、試作シャーシに四座、カブリオレボディを仮装し、最初の大田車となる試作車、OS5 が、ようやく完成、公式に登録されて、 ナンバープレートも取得した。OS 号を市販のため生産化すべく、野口豊をはじめとする出資者が集まって1923年、大正12年に国密自動車を設立したが、同年9月1日の関東大震災で、工場設備が全焼、自動車生産計画は頓挫した。震災に東京で遭遇した大田幸夫は、被災を免れた。 OS 号に家族を乗せて、ハンドルを握り、急ぎ茨城の距離に避難した。そして、震災直後の混乱が落ち着くと、早々と東京に戻り、交通網の寸断された東京で、OS 号を運転して、個人タクシーを営むことで、当座の孤高とした。なお、OS 号は、幸男の諸女作で一台のみの試作車ではあったが、完成度は一定水準に達しており、 幸雄自身が乗用して、1933年、昭和8年までの10年余りで、約6万マイル、約9万6 5 0 0トルを走破した。国密自動車の計画が頓挫したことから、幸雄はやむなく個人経営の大田工場を再開業して、再起を目指した。引き続き自動車や船舶用エンジンの修理を続け、1930年に、 神田岩本町9番地、当時に工場を移転した。当時の日本では、内務省自動車取締り規則によって、小型自動車は、一定条件を満たせば、無免許運転は許可されたが、1928年時点では、排気量 350cc 以下、福音も 909mm 以下という守備矢条件で、実質、二輪のオートバイか、 ごく小型のオート三輪しか適用を受けられない制度であった。ところが1930年に規則改定でこの基準が緩和され、無免許運転許可者の排気量上限は 500cc、全長、全幅も2.8メートル、1.2メートルまでに拡大された。この規格改正は、主としてオート三輪メーカーとユーザーから、 性能向上のための規制緩和要望が強かったことによるものであった。だが同時にこの企画は、かろうじてながら、小型四輪自動車が成立し得るサイズでもあった。ここにビジネスチャンスが見出され、ダットさんやオーをはじめとする、日本製小型四輪自動車が開発されるになったのである。オー幸サは、以前の OS5 同様、まずエンジン開発から着手した。 規制緩和に合わせる形で、1930年に、水冷直列2気筒サイドバルブ 484CC5 馬力、放気性の出力制限による交渉の N-5 型 N を開発する、OS5 の4気筒エンジンを元に半分にしたようなものであったが、このエンジンは同年博覧会に出品され、日本海軍に参考購入されている。翌1931年、 N-5 エンジンを搭載した4輪小型トラックを試作、再度自動車開発に乗り出した。もっとも経営は相変わらず苦しく、すぐに市販自動車を市場に提供できる体制にはなかったため、大田工場ではエンジンの単体販売及び開発を優先した。大ト三輪に代表される 500cc 車の普及で、 国産小型車の市場が拡大したことから、無免許運転許可対象となる小型自動車の範囲は、今後もさらに緩和され、性能面で有利な大排気量エンジンが使えることが想定された。困難な状況の中で、サチオはやはり水冷直列式、サイドバルブ型だが、より上級クラスの4気筒エンジン開発を進め、 1932年には 748cc の N-7 型と 897cc の N-9 系を完成させている。いずれも N-5 に比べて重量増大をわずかで抑えつつ、排気量、出力の大きな4気筒エンジンとして成立させており、サチオの意欲をうかがわせるものであった。N-7 エンジンはほどなく、 排気量を 736cc に縮小したが、戦後まで E-8、E-9 などの排気量拡大、強化モデルを生みながら生産される。これは、同時期に開発された戦前型ダット3、7型 722cc エンジンが、戦後 860cc まで拡大された E-10 型となって1950年代、後半まで長く用いられたの時を位にする。 4気筒エンジンに2種類の排気量を設定したのは、新たな排気量制限の上限が1932年時点では 750cc か 900cc か確定していなかったことによるものとみられるが、新規格の上限が 750cc となることは1933年に入ると、ほぼ確定していた模様である。改定を見越し、大田工場は、 無免許規格に収まる 750ccqn-7 型エンジン搭載の小型自動車市販化に取り組むことなった。はしご形フレームとリーフスプリングによる前後固定軸、機械式四輪、ドラムブレーキという保守的設計のシャーシをベースとして、当時の常道として、貨物車、トラック及びバンが製作されたほか、4人乗り乗用車も試作された。 そして1933年8月、自動車取締り規則は再び改定され、同年11月以降、無免許運転許可車両の上限は、従来の 500cc から 750cc に拡大される。これと相前後して完成した大田 750cc 車は、大田工場での小規模生産ではあったが、1933年中からトラックバをメインとして、 市販を開始した。500kg 積みのトラック版、カタログではそれぞれ、運搬車、配給車と称したのほか、4人乗りの2ドアセダン及び、フェートン、2人乗りロードスターがラインナップされた。これらはすべて小型車規格の全長2.8メートルに収められていたが、他に、バンには小型モデルとパーツを共用しながら、過失を長くした全長3.03メートルの、 中型配給車もあり、このタイプの未規格外で自動車運転免許を要した。初期の課税前価格は、トラック1750円、セダン以外の常用モデルと、標準版が1850円、セダンが2080円であった。750cc、大田の市販化に至ってからも、慢性的な資金不足は続き、大田幸長個人の経営に過ぎない冷裁な、 大田工場の生産体制強化を困難としていた。当時の従業員は15人程度という町工場レベルで1933年から1935年までの大田車累計生産台数は貨物車と乗用車を合計しても160台に満たなかった。この大田工場に出資することで飛躍の気を与えたのが自動車産業進出を目論んだ。 三井財閥であった。これは、大田幸地の協力者の一人である、富士の詩人の熱心な尽力によるものである。当初、三井川は大田に、さほど関心を持っていなかったが、愛川義助の経営する、戸ばたいものが、ダット自動車製造、及びその更新の自動車工業、株式会社、現、伊津自動車から1931年から1933年に、 かけて、旧、ダット大阪工場と、小型車ダットさんの製造権を譲り受け、技術人の移籍も受けて1934年までに、日産自動車を発足させ、新興財閥、日本産業グループとして新長しつつあったことが、方針転換のきっかけとなったと言われる。三井ではダットさんと大田の両社を実地に比較し、品質面でも、ダットさんを凌駕するものであることを確認してから、 出資に踏み切った。1934年から三井物産が大田社の販売代理店業務を開始し、続く1935年4月3日、三井は資本金100万円を投じて高速機関工業を設立、大田工場の業務を承継し、その山吉蔵を代表取締役専務に送り込んだ。幸雄は取締役技術部長、 野口豊は同じく取締役公務部長に就任した。高速機関工業は直ちに生産設備の拡張に着手し、翌1936年4月、品川区東品川5丁目50番地、当時にアメリカやドイツから輸入した最新の工作機械を備えた年産3000台の能力を持つ新工場を竣工させた。 従業員は一挙に250人に増えた。大田社の設計はそれまで、幸チが夜半まで一人で製図版に向かって行っていたが、高速機関工業となってからは、トラックの設計を津田和夫が乗用車については、幸チの長男、雄一、1913年から198年が担当することとなった。雄一は、当時のヨーロッパ製新型車の斬新な設計に強い。 影響を受け、太田乗用車の設計を進歩的なものに改めていった。1937年型太田乗用車アド型には、換気性を良くする、ノンドラフトベンチレーション、三角窓と、剛性を高める X 型クロスメンバーリフレームが与えられていた。ボディア2ドアスタンダードセダンデラックスセダン、ピラーレス構造、フェートンロードスターカブリオレと5種類も用意され、ナセ自動車で、 外中制作されたが、デザインは、U1 自身によるもので、当時の国産車の中では飛び抜けて、モダンで、スタイリッシュであった。とはいえ当時の日本では、部品産業や、工作技術も、未発達であり、太田乗用車も2ベアリングサイドバルブ式エンジン4輪、固定軸式サスペンション、木骨構造のボディ、前後機械式ブレーキとい、トラックと大差ないスペックのままであった。 1930年代後期の国際水準には到底追いついておらず、優位は後年不本意な製品であったと改装している。またライバルであった日産自動車のダットさんと比較すると三井財閥の支援をもってしても生産規模には依然として大差があった、両社の最盛期であった1937年の年間生産台数は大田の960台に対し、 ダットさんは8752台で、文字通り桁違いであった。凝った設計による高い生産コストもあって、大田コ型乗用車の市場規模はおのずと限られたものとなり、販売の主力はあくまでトラックであった。サチオは1923年に設立された、日本自動車競争クラブの設立発起人になるなど、早くからモータースポーツに強い関心を持ち、 当時の中古アメリカ車をベースにレーシングカーを製作したこともあった。1936年に日本最初のサーキット、玉川スピードウェイ、後戦争により閉鎖が完成すると、高速機関工業は早速、大田小型自動車をベースにしたレーシングカーを作り上げた。エンジンは 748cc サイドバルブ23馬力、車両重量 400kg であった。 1936年6月7日に開かれた多摩川での最初のレースで、大田レーシングカーは友一をはじめとする幸雄の3人の息子の操縦により、小型車クラスで1から2フィニッシュして、プライベート参加のダース3を圧倒、アメリカ車など、大排気両車との混合レースでも10台中5台が、リタイアする中4位で完走するという、好成績を収めた。 このレースを観戦していた日産コンツェルンの総帥、相川義介は自社製品の配線に激怒、日産自動車技術陣に対し、次回1936年11月25日のレースでの必勝を命じる。そこで日産自動車は DOHC エンジン、機械式スーパーチャージャーを搭載してノーマルの5割増の出力を発生するダット3レーサーを開発した、このダット3は 第2回レースの小型車クラスは圧勝したが、混合レースではリタイアした。レース中だけ壊れなければ良い。という後年の F1 レーシングカー並みの体制で、用意された特別車で極秘開発され、競技開始前にも、ダットサンチームは車両検査を拒否したという。こうして迎えた第2回レースに先立ち、コースで練習中のダットサンレーサーの異様な排気音を聞いた、大田幸夫は、 ダットさんが高性能な輸入品のサルムソン製エンジンを搭載しているものと、5、ダットさんの DOHC、下級仕様という得意性を考慮すると、的外れとまでは言えない誤解ではあった。さらに U1 がプラクティス中に負傷したこともあり、正気は薄いと判断して、11月25日のレースを欠場した。その後、日中戦争開始後の1938年まで、 行われた玉川でのレースには、ダットさんのワークスチームは参加せず、サチオの息子たち、そして時には、サチオ自身が操縦する、オートレーサーは常に、小型シャラスの覇者であり続けた。1936年制定の自動車、製造事業法は、軍用にも、使用可能な中型、大型トラック生産能力を持つ自動車メーカーを、優遇する法律であり、指定会社として、 適用を受けられたのは日産、トヨタ、東京自動車工業の3社のみで、小型4輪車の専業メーカーである、高速機関工業は、軍や観光庁からは礼遇された。大田佐長や雄一は、E-7 系より1クラス上の 1200cc 社開発も進めていたというが、経営事情の厳しさから法的された。1937年9月には、軍需生産を目的に、 資本系列の異常が行われ、高速機関工業は三井物産から立川飛行機の参加に移されることになった。そして1937年以降の資材割り当て制限により、大田の小型車生産は急激に縮小、乗用車生産は1938年の216台、貨物車は1937年の809台をピークに、 乗用車は1940年、貨物車も1942年までには生産停止となった。1940年以降は立川飛行機の一系列企業として航空機部品や防空用消火ポンプエンジンなどの生産に徹する軍需企業となっていた。1945年の廃戦後、立川飛行機は財閥解体の対象となったが、 経営の主導権は引き続き旧、立川飛行機出身者が握っていた。1947年の GHQ による小型車、生産許可に伴い、高速機関工業も自動車製造を再開した。大田幸雄は、専務取締役として残ったが、雄一をはじめとする大田家の息子たちは、高速機関工業を離れた。戦後の大田は、同じ立川飛行機が母体という縁から、 後のプリンス自動車に発展する多摩電気自動車の車体生産を手掛けたり、1950年から日野自動車がライセンス生産を開始する1953年までの2年間、ルノーの輸入代理店となる 4CV の販売を行うなど、会社存続に向けて悪戦苦闘した。しかし、航空産業出身の経営人が自動車については素人だった上、 独創的な才能を持った、雄一、大社後スピードショップや日産系の試作者、制作会社を自営したや、三男で後に、黒金、ベビーを開発する三男の広重、1916年から1997年、がっさった穴を埋める設計者は、現れず、人材不足は否めなかった。このため、戦後の太田乗用車は、 同時期のダットさんや戦後小型車市場に参入したトヨペット同様、技術的には戦前からほとんど進歩していない機械部分にアメリカ車を真似た不格好な木骨ボディを被せただけの一時しのぎ的な製品になってしまった。主力のトラックもキャビンこそ戦後風にもダナイズされたが戦前型から大きな進歩はなく、1951年のエンジン拡大でやっとボディ、 二台の大型化が実現した。1947年以降の大田標準エンジンは、戦前型 N-7 とほとんど差のない E-8 型 760cc エンジンで 20PS と比力であり、1951年にこれを 903cc に拡大した 23PS の E-9 型に強化されたが、それでも2ベアリングサイドバルブのまま改良後の、 最終出力も 26PS に過ぎず、競合するとヨペットやダットさんをリードできるものではなかった。待望の新型4気筒オフエンジンである 1263cc45PS の E-13 エンジンが、KD 型トラックに搭載されて市場に出たのは1955年であり、すでに1953年時点で 1453cc48PS の R 型オフ。 エンジン搭載車を売りしていたとヨペットに出遅れた。立川飛行機出身の技術者たちが立ち上げた、電気自動車メーカー、東京電気自動車多摩電気自動車、後のプリンス自動車工業には当初シャーシ開発、在来の大田社シャーシ設計の提供などで協力したものの、その後は多摩電気自動車が、朝鮮戦争に伴う蓄電池価格の冒頭で、持て余した在庫車を引き取って、 自社ブランドのガソリン車に改造販売した程度で、大田側にとっては顕著な利益とはならなかった。1952年、社名が大田自動車に改められた。1953年9月期末には、資本金は2億円、従業員576人、4から9月の平均月産台数は、貨物車、KC 型149台、乗用車、PA 型、 tb 型60代で年間25から30%という効率の株主配当も行われ、一見車業は順調のようであった。しかしこの時期、トヨタや日産は設備投資と本格的な戦後型量産乗用車、トヨペットクラウンダット3 1の開発に全力投球しており、これらが市場に登場する1955年以降、大手自動車メーカーとの企業格差は、 回復不可能なものになっていく。朝鮮戦争停戦に伴い、1953年後半から1954年にかけて日本経済は経済不況に見舞われた。折しも、大田自動車経営陣は、神奈川県川崎市大市河原町、当時の工場を買収し、新工場にするという身の丈に合わぬ設備投資を行っていた。自動車販売の不振。 主要ユーザーである、タクシー会社などからの資金回収の遅れが響いて、急速に経営が悪化。大田自動車は1954年9月には1.6億円の赤字決算に陥った。11月には、手形決済が困難な状況となり、1955年1月に、会社構成法の適用を申請して、事実上倒産した。川崎の新工場は稼働せぬままに終わり、気を一した。 無益な投資となった。1955年3月、隕石辞任した専任者に代わって、大田幸夫が、もはや名ばかりの代表取締役に就任したが、5月には、会社構成手続きが開始され、日本交通社長、川辺昭造が関在人に就任した。せずして、自らの創生した事業の落日を見ることになった、大田幸夫は、翌年病没した。 1955年の経営破綻後、大田では、主力技術者十数人が退社して、富士重工業へ移籍する、第二次人材流出が発生する。富士重工業の自動車開発チームに参画した、元大田技術陣は、1500cc 試作トラック T10 から、さらに軽乗用車スバル3 6 0の開発に携わり、多大な成果を収めたが、その裏返しで、 太田自動車の人材不足は深刻なものとなった。太田自動車工業を引き受けた川鍋の背後には後藤慶太が率いる東急グループの存在があった。彼らはすでに黒金三輪トラックで知られた日本内年期を傘下に収めており、両社を合併させて新しい自動車メーカーを立ち上げようという野望があった。現にブリジストンの資本投入後、 富士精密工業がわずか数年で業界の有力メーカーに育った例もあり、1957年4月に太田と黒金が合併して6月に誕生した日本自動車工業への投球、飛行の期待は大きかった。しかし戦前からの大田、黒金の知名度と投球の資本力をもってしても、すでに高度な技術力、販売力、経営力が必要になっていた自動車産業への 三入障壁をクリアすることはできなかった。日本自動車工業の合併当初は、大田ブランドも存続させる方針だったらしく、しばらくの間大田小型トラックを継続生産した。しかし業績は、期待に反して伸び悩み、間もなくブランドを、より知名度の高い黒金に、統一、乗用車開発は打ち切って3.4輪トラックの生産に専念した。エンジンについては、 大体 E-13 をベースにチューニング変更や排気量拡大もしくは縮小で対処する策が取られた。1959年社名を東急黒金工業に改め、1960年発売のキャブオーバー系四輪、トラック、黒金、ベビーが短期間ながらヒットして一時は息を吹き返したが、続いて発売された富士重工業のキャブオーバー系、トラック、 スバルサンバーとの競争に敗れ、1962年1月に会社構成法の適用を申請した。その後曲折を経て、日産自動車の100%子会社、日産後期となり、現在に至っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。